ことがあって、前に私の剣が好きって言ってくれたでしょ。遅くなったけどありがとう。いいよ別に。ようやく自分の剣が好きになれたわ。あなたのおかげじゃないけど。一言余計だと思わない？事実だから。じゃあ僕はこれで。待って、そのこれまで私たち付き合ってるふりしてきたわけだけど、今回の事件でゼノンが死んでくれたわけだから、もしあなたさえよければもう少しだけこの関係を続けてみないかなって。お断りだ。その後、校舎裏で大量の血痕が発見された。しかし付近には遺体は見当たらず、生徒や学園関係者にも重傷者や行方不明者は存在しなかった。後にこの事件は死体のない殺人事件として学園七不思議の一つになるのだった。